長野県道、山梨県道17号千の北斗にラ崎線は、長野県茅野市から、山梨県北斗市を経由して、にら崎市に至る県道である。長野県道17号千の北斗にラ崎線、山寺城交差点付近山梨県北駒郡、小淵沢町の北斗市への編入合併に伴い、2006年3月16日より、路線名が、茅野小淵沢にラ崎線から、 現在の千野北とらさ崎線に変更された。長野県諏訪地域の千野市と山梨県境北地域のらさ崎市を結ぶ路線である。全線で国道20号の八ヶ岳川を並走し、長野県内では八ヶ岳再六を、山梨県では七里和大城で道学南陸を通過している。また、JR 中央本線とも並走しており、道線の複数の駅付近を通過する。 バイパス道路の開通などによってコースは多少異なるが、韮崎市から富士見町津滝付近にかけて、山梨県内の区間と現在の山梨県道、長野県道11号北と富士見線はかつて、甲州街道の原地と呼ばれ、現在の国道20号の原型である、甲州街道が川地と呼ばれた。甲州街道は、七類は代価の釜梨川に沿っており、水害などで、 通行不能となった場合に、原地が、迂回路として用いられていた。このことから、原地は、新州王冠という別名があった。本路線は、道路法第7条の規定に基づき、一般県道として認定された堀、青柳停車場線の一部、原井沢、千野線の一部、お辻茅野線の一部、富士見小渕沢線、小渕沢にら線を前身としている。 道路法第56条の規定に基づき、主要な都道府県道として1971年に、地の小渕沢にらさき線として指定された。たる姫、大橋竜宅、大橋付近県境付近50ヘルツと60ヘルツの境界線でもある、日の春子線京七里岸、ラインアオサカループかつての起点は、地の四湖湖の堀交差点にあったが、現在の起点である山寺城交差点からの、 短絡ルートが開通したため、旧道は2011年3月8日に、県道区域を解除された。起点から、長野県道196号上の原和をやぎ、停車場線との交点である、原村柳沢交差点までは、長野県警官条例によって、八ヶ岳山独警官育成重点地域に指定され、沿道では建築物の色彩や屋外への、 自動販売機設置などが制限されている。七里岩ラインの愛称が設定されている山梨県内においては第二次緊急輸送道路に指定されている。北都市小淵沢町内では全区間で改良工事が完成し町内全線が改良された両側に車線道路となっているほか、韮崎市内を中心にバイパス道路の建設が進行している。東京及び 名古屋方面から長野県を代表する観光地の一つである白樺湖へのアクセス経路として白樺湖観光協会では中央自動車道スワインターチェンジから国道20号及び国道152号を利用する案内をしているが地の市街地で発生する渋滞を避けるために観光地に通じる道路として整備されてきた本路線を東京方面からは 諏訪南 IC より本路線を抜け道として利用する手段もかつては考えられた。近年では2009年12月には八ヶ岳エコーラインがビーナスラインまで全線開通したため諏訪南 IC から八ヶ岳エコーライン及び国道152号を経由する経路を案内している観光施設も存在する。起点の山寺城交差点付近地の市諏訪郡玄村。 富士見町北都市に崎市、ありがとうございます。